4年に一度世界最高峰の戦いが繰り広げられるバスケットボールワールドカップは来月25日から沖縄市で2次ラウンドまでが行われます。大会の成功に向けて昨夜那覇市で開かれたティップオフイベントには玉城知事や琉球ゴールデンキングスの岸本隆一選手などが参加して大会を PR しました。7カ国、日本入れると8カ国来ますから、もう二度とないかもしれないワールドカップ、僕らの時代では。ぜひね、みんなで楽しんで、みんなで盛り上げてほしいなと思いますね。ティップオフイベントでは、情熱の波をコンセプトにデザインされた大会の公式球が披露され、参加者は大会への期待を膨らませていました。FIBA バスケットボールワールドカップ2023は、世界32カ国が出場し、そのうち日本を含めた8チームが来月25日から沖縄アリーナで熱戦を繰り広げます。